はいどうもザンダルクです。というわけで今回もコールオブデューティー MW2 早速ね実況プレイやっていくんですけども、本日紹介するのが今作の機密情報ことインテルですね。まあいわゆる収集物ってのが今作も毎度おなじみ存在してまして、まあ一応ね過去作で言うと MW8 とは大体まあキャンペーン中にまあ機密情報インテル回収したりだとか、あとまあゾンビも収集物ありましたよね。はい、っていう形で大体のは歴代コールオブデューティーはそういう収集物があるんですけど、こちらが今作だと、はい、協力プレイことコープモードで存在していまして、まあこんな感じでですね、なんかキャンペーンの補足というか、まあこんな世界観なんやなっていうその収集物が見れて、まあぜひともね MW2 ファンは、全部獲得してほしいんですけど、こちらがですね、まあ全部回収すると、はい、これ右のね報酬にも書いてありますが、マグナム、ディボルバー、バジリスクがバリアントでゲットできるんですよね。いやーこれはちょっと欲しいですよね。でまあこれがですねいつまでもらえるかちょっと不明で、もしかしたらずっとね永久でもらえるかもしれないんだけど、ちょっとまあ不明な点が今作のコープモードはキャリアのところ書いてあるんだけど、週9とか書いてあるんだけど、なんかこう習慣でアップデートが入るっぽいんですよね。あ、まあなんか習慣スターって書いてあるから、あ、なんかまあこの星もなんか一回リセットされるんやなみたいなのがなんとなくさせていただけると思うんですけど、まあなんかその週ごとにもらえる数ってのが大体決まってるっぽいんよね。で一応ですねそのウィーク1の、状態の星は全部私獲得してるんですけど、なんかまあこの状態で今一応23溜まってるんですよね。で最終的にこちらもね100ゲットしてあげると、まあ AK がもらえるんですけど、まあ習慣アップデートがあるなら多分シーズンごとに大幅アップデートでこの内容もざっくり変わるみたいな多分あるはずなんですよ。まあ MW2019 もなんかそういうのあったから、まあもしかしたらここの報酬もね、あのシーズン1とかで変わるかもしんないんでね。まあこちらのそのバジリスクのバリアントも、まあ今しか取れないかもしれないっていう。で、もう一個ね、ちょっと急がなきゃいけない理由がありまして、それがこのインテル、機密情報なんですけど、まあこれがですね、まあこの隠密が20個、立ち入り禁止に20個、で、ディフェンダーに合計10個隠されてるんですけど、まあこのディフェンダーの収集物がイースタイクなのかね、それともバグなのかわかりませんが、最後の1個の獲得がもうやばいんですよ。もう発見できないようなやり方でしか取れなくて、まあなんかこれ正規のやり方と違うくねっていうのがあるから、まあ修正される可能性があると。だからまあ急いで獲得してねってことで、まあ1個でも取り逃しあったら取れないから、そう急いで獲得してねってことで、早速ね今回ちょっと EA の中の人とまあ一緒にインテル集めてますので、まあ気になる人はね、ぜひとも本編の動画見ていただいて、まあこのリボルバーの見た目だけ見たいって人はね、まあ編集でちょっとね、推奨スキップまで、秒数書いておりますので、よかったらそちらまでスキップしてください。はい、ということでまあこれからもですねちょっとコールオブデューティー MW2 の動画ガンガンと上げていきますので、まあ、ためになったよって方はぜひともねチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。では参りましょう。まずは時マップ、この建物のここの2階に機密情報、やっぱり見落としてた、ここにあったんだ。なるほど、ここ A 地点のここだね。で次がこちら A 拠点武器庫のところにある、はい、ここの、小さい USB ですね、インテル。はい、で次がこちら A 拠点が見えるここの屋上の建物ですね、機密があります。次ねちょっと拾っちゃったんですけど、はい、ここですね、ここに、よいしょ、はい、マップのここの屋上にあります、ここか、右端のここ、これ機密情報、これ分からへんね、これ分からへんね、このボックス次から覚えとこっか、ボックスごと消えた取ったこれ持って帰るんですか抱えてるんですかこれはい、これもね誰がわかるかって感じなんですけど、この真ん中のなんかまあ島みたいなところのなんかこう水門みたいなところあるんですけど、ここの下をですね潜っていくと、はい、ここにインテルがあります。誰が気づくかってこんなので。次も水中なんですけど、こちらマップの広場みたいなところがありますので、ここの水中から入ります。で入ってすぐ下のところに機密情報発見と。で次がこちら、橋の下の方ですね、ここを渡っていくと、はい、ここに箱があります。ここのマップのここか、機密だらけだろ、やばいでしょ、また同じマップのここのパソコン USB、 あ、待って、ここ機密あるわ、ここ多すぎる、機密情報、ここのマップのここ、え、めちゃくちゃ集まるじゃん。わが急になんか、急になんかあんなに探して見つかんない見つかんないって言ったら意外と一箇所で固まってる。はい、で、ここのマップの、はい、ここですね。ここの2階に机の鍵がありますので、これを拾います。で、横の建物ですね。2個次の建物のところの1階に、はい、ありますので、ここで鍵を使うことができます。これで機密情報をゲット。マップ開いて、ここだね。ここの建物の1階。
お、USB ある。これも、ここの建物の、ここ。よし。じゃあやっぱさっきの話にもあったな、これ。形違うんだ。建物のここの、これだね。はい、で、次が C 地点近くのこの建物の屋上ですね。はい、ここにインテルがあります。で、次がね、このマップの北西の方ですね。ここになんかまあ柵があるんですけど、はい、ここの裏手側にあります。はい、で、お次ですね、こちらマップの、一番上ですね。A の一番上の武器庫の上のところに鉄塔があるんですよ。まあ、最上階まで登るとこういった形でね、てっぺんまで行くんですが、まあ、これこそね、誰がわかんねんって感じなんですけど、ここの、ここですね。はい。通常じゃあなんか登れないっぽいんだけど、こっからパラシュートで行くって感じらしいです。これすごいよね、発見した人。ということで、行きまーす。さあ、ギリギリ着くと思うんですけど、よいしょ。あ、危ねえ、落ちちゃった。さあ、これで全部回収できました。二マップ目で、一番最初のところ。二個目も初期地点のここだね。次、初期マップのここですね。はい、ここで、このガイガーカウンター起動して、まあ、見ていくと、あ、ありました。ここですね。はい、この箱ですね。機密情報。と、ここだね。ドアみたいな、さ、待って、機密の内容によってはドアみたいなやつ出ねえんだ。はい、マップの、ここの、ここだね。次がこちらの建物の裏口から階段登れるんですが、まあ、ここをこうやって上がっていくと、はい、ここにね、シグナルさんのスナイパーライフルがあるんですけど、その横にファイルがあります。で、次、マップのここの建物の2階にインテル。ここの、むずいって！ここ。ここか。真ん中のここだね。真ん中のこの建物で、はい、地図のここで、秘密。で、次が D 拠点の、この建物の2階の、ここに機密ファイルがあります。ここちょっと見落としやすいですね。で、次、こちら、ガイガーカウンター使って、これの銃があるところ、はい、こちらですね。秘密情報があるらしいです。よいしょ。真ん中の、ここの屋上。はい、で、これもう誰がわかるか状態なんですけど、マップのこの橋の山の方で、ガイガーカウンター起動すると、ほら、これ、なかなか気づかないですよね。はい、そうすると、機密情報が、見つかります。はい、で、次も誰がこんなところわかるかってところで、山のこの下の方ですね。もう何にもないこちらの方で、ガイガーカウンター起動すると、何かが見えます。お、ありましたね。ここに、あると。はい、で、お次が、こちら B の、この小屋のというかなんかこう、矢倉があるんですけど、その横の、はい、機密機器ですね。やったぜ。右斜め下、ここの、ここ。よっしゃ、一番下の、建物のここの、ここ。回収。待って、俺20分の19って出たんだけど。20分の19、俺20分の11、徹底調査って出た実績解除。これさ、もしかしてさ、なんかその番号振られてんじゃない？ここは20分の19インテルの場所ですよ、みたいな。そういう系なの？けどそんなことないよね。だって今まで。そんなことないけど。ちゃんと一個一個カウントされてたよね。一個一個カウントされて、さっきのミッションはカウントされてたから、今回がおかしいだけだと。バグだよね、これやっぱ。急にバグ。もしかして俺たちも、今さ、なんか実績取れちゃったけど、この実績が、もし全クリの実績だったら、もう実際リボルバーロック。謎すぎるマジで。ここの端っこの建物のここ、表示されない。何分の何本もカウントされない、もはや怖くなってきた。こっち今20分の12。ああ1個1個数字曲げてだけ。はい、で最後が、ここの C 拠点のここですね。車庫みたいなところがあるんですけど、オーマイガー、ここに機密情報があります。それで、全てが発見されましたよと。危ねえ。はい、そして三つ目のマップですね。こちらでやっていきましょう。で、まず一個目はですね、はい、これすぐ入ったここの横のところにあります。機密情報ゲット。
で、そのまま2個目ちょっと行くんですけど、多分、こっちで発見できる人もいれば、ここでね、発見できる人もいると思います。よいしょと、別ポイントって感じですね。で、次はここのドームですね。はい、ここにあります。ドームのここ、中ですね。で、次々行くと、はい、ドームのすぐ近くのこの建物のここの中のパソコンの横に USB があります。で、あと、その横の建物の中に、はい、ここですね。ここの、パソコンのところに、パソコンじゃなかったわ。ここの棚のところに、機密情報がある。で、お次は地下ですね。はい、地下の、降りていって、ここの手前にファイルがあります。そして、このファイルの横に、はい、ここですね。これ結構見落としやすいんですけど、ここの機器の間に、はい、インテルが落ちてます。これで7個ですね。で、次がですね、ここ結構大きい建物、なんか研究所みたいなところの、はい、パソコンのところにあります。これも多分ランダムっぽいんで、まあ、何回かリトライしていただくか、この建物のどっかしらまた、同じやつが入ってるんで、まあ、この建物の中くまなく探したら、まあ、その、さっきの8個目がね、ゲットできるって感じでしょうか。僕はここにあるって感じなんでね、リトライして見つけてください。はい、で、次がですね、結構難しいんですけど、まあ、この6ラウンドぐらいまで、最終ウェーブぐらいまで、お金を一切使わずに、やっていくとですね、だいたいま、2万円ぐらい貯まるんですよ。で、2万円貯まった段階で、マップのある、ここですね。はい、ここに来ると、自販機があるんですが、ここをね、よーく見ると、お金を入れてくださいと。っていうことで入れると、はい、ガチャコンって形でね、こっから、インテル機密情報が出てきます。何このイースターエッグっていうね、はい、こういう形で出てきます。出方雑。USB が出てきました。どういう条件なんですかね、これ、あの、2万円入れたら出てくるっていう。なんか詰まってたんかな、もしかしたら。はい、ということで早速ね、こちら最後のインテル獲得していくんですけど、これがまあめちゃくちゃ難しくて、まあ正直バグレベル。バグでも無理やり獲得してるって感じなのか、まあそれともこういうイースターエッグなのか正直分かっておりません。なのでこちらに関しては、修正される可能性がありますので、がっつりと注意ということで。はい、でですね、こちらマップの柱辺になんかこういう建物があるんですけど、これ完全ロックされちゃってるんですよ。はい、完全鍵が閉まっちゃってロック中ってなってるんですけど、まあ、これをですね、ジャガノを使って開けるか、それとも、こちらアサルトスーツっていうね、アサルトクラスでこちら獲得できるスーツがあるんですけど、まあ、そのスキルを使ってあげると、ロックが開いて、このね、机のところに、はい、こういった形でね、USB ケーブルが刺さってるんですよね。はい。で、これですね、取ろうとしたら、ワープします。はい。なんか知らんけど、取れません。なので、こちらを取るためにですね、はい、設定の方で、まあ、四角ね、今、長押しでインテルを獲得って形の設定になってるんですけど、まあ、そちらを、はい、アクション優先って形でやってあげると、走ってスッて四角押すと、最後の1個は取れます。まあ、これがね、ちょっとまあ、その、バグで無理やり取ってるのか、それともこういうイースターエッグなのかちょっとわかりませんが、まあ、とりあえず現状はこちらで獲得できます。さあ、これでやっと、全インテル回収終わりました。いや、長かったですね。さあ、では果たしてこちらで、ちゃんともらえるのかどうか。まあ、特に、終わった後、なんか、テレレン獲得みたいなのは出てこないですね。アンロックしたよみたいな。さあ、ただこれで、武器庫ですね。お!あるね。おー、しかもフルアタッチメントついてる。あ、見た目結構違うな。これがいわゆる、変わってる状態で今回のバリアントですね。色これ何色なんだろう。ちょっとこれ、デフォルトとちょっと比較明るいところ見ないとわかんないな。まあ、一体これがデフォー。これが色違いですね。ちょっと明るいところ見ていきますわ。はい、ということでこちらちょっと明るいマップで違い見ていきましょう。まずはこちらデフォルトの方のバジリスクですね。もうシルバーがかってて普通にかっこいいリボルバー。はい、ガンアクションすると、こんな感じですね。ガチャ。よーし。で、まあ、アイアンサイトもこういった形と。まあ普通にシルバーのかっこいいリボルバーですね。リロードするとこんな感じ。かっこいい。グリップも黒。で、一応ちょっとシリンダー見とくか。まあ今作マジで変態だからさ、ワンチャンバリアントごとにこのシリンダーの色が変わってる可能性も、なきにしもあらずなんで、はい、この色覚えました。ということで、じゃあこちらのカスタマイズ見ていきましょう。いたします。さあということで、明るいマップで見るのは僕も初めてってことで、こちらドン!お!え、シルバーこれ?プラチナ?あ、けどなんか、テカってるよね。あ、いや。ゴールドっぽくねこれ。え、もしや、ゴールドリボルバーこれ。黄金銃じゃん。ちょっと待って。はぁ、あ、ちょっと金っぽさあるよね。わかるかな?ちょっと眺める動作するわ。あー、なんか薄い金だよね。めっちゃ、奇抜な金というよりかは、こう、綺麗な感じの金だよね。うん。はい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 。非常にかっこいいですよ。アイアンサイト。うわ、これアイアンサイトバグってね。ほら、なんか、フロントサイトがさ、若干ちょっとしかないちょんぼになっちゃってるから、ペイトゥールーズですね、これ。うん。ペイトゥールーズで見にくいんだけど、全然あり。シリンダーは?あー、いや、これさ、アタッチメントついてるからこれ変わってるんか。あ、多分じゃあシリンダー普通ですね。多分これ金色だよね、なんか。すげえ!これありだね。無料でさ、これ金銃アンロックできるんだったら、迷彩解除必要じゃなくない?みたいな。まあ、迷彩解除のやつもかっこいいんだけど、まあ、これはこれで全然ありだよね、バリアントとして。
お、どうみんな。ほら、金っぽくない？あ、めっちゃ映えるこれ、このリロード。おお、すげえ、綺麗だね。ちょっとデュアルで見ていくか。おお、すげえ、いいね、かっこいいね。映えるね、やっぱ。ほう、暗いとこであえて見てみるか。暗いとこで見たら、あー、やっぱテカってはいるけど、金って言っていいのかな、ちょっとわからんな。まあ、金銃ってことにしときましょう。黄金銃ってことにしときましょう。そっちの方がかっこいいんで。はい、ということで、皆さん、いかがだったでしょうか。いや、めちゃくちゃかっこいいですね。思った3倍ぐらいレアだったわ。これで、しょうもなかったらね、ブチ切れ案件だったんですけど、まあ、全然ね、かっこいいリボルバーが搭載されてますので、ぜひぜひ皆さん、インテル集めてみてください。はい、ということで、これからもですね、COD MW2 に関するところの動画ね、ガンガンと上げていきますので、もしよろしければ、通知が届くように、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。